市原英二の花万歳。今日は大阪メモリアルパークにて天空の森入り口のガーデン散歩に行ってきました。今秋のガーデン散歩にぴったりです。それではどうぞ。はい、こんにちは。市原英二の花万歳。今日はですね、8月14日、もうね、台風の後ちょっとじとじとしとしとしてますけども、ちょうどねこれがねイギリスの気候にそっくりだったんです。それで一番意外と綺麗だっていうことをねちょっと分かってもらいたくて急遽撮影しました。こちらですね、天空入り口ですね。まだねやっぱバラの管理が行き届いてるので、アンジェラ咲いてます。カレックス、ベロニカ、ヒトミソウ、フイリのカレックス、ユーフォロビア、フイリ、ダイヤモンドスター、サルビア、ラブラブラブ、ルドベッキア、そしてね、奥はですね、宿根サルビアがまた出てこようとしています。そして初雪カズラ、そしてメカルドニアとフイリのポーチュラカの、コラボレーション、非常にね、この流木というかねマッチして、こちらですね、いい感じでねなってると思います。こちら見てください。ルドベキアですね。ブルーグラスとかね、カレックスとかね、このグラスがね綺麗じゃないかなと思います。そしてねポーチュラカとこのメカルドニアのコラボレーション、そしてラブラブラブやブルーサルビア、宿根サルビア、ルドベッキア、ゴールドストラム、ずっとね、あ、やっぱアイスリバー意外とねこのピンクとこのラブラブラブとか、このアイスリバーほんと綺麗ですね。奥はね斑入りの綺麗でしょう。斑入りのベロニカが入ってます。はい、こちらから見ると全体的にはこんな感じです。またねゆっくりとね、解説はさせていただきます。天空入り口ね生まれ変わりましたんでね、ぜひとも、皆さんね遊びに来てもらえたら、もうイングリッシュガーデンのねもう一生懸命ね秋のオータムカラーになってきてます。夏から秋のイングリッシュガーデン、ぜひね、お越しいただけたら嬉しいです。それではね今日はですね、8月14日、この辺で市原が英二の花万歳、ガーデン散歩終わりたいと思います。